その金網越しに下を覗きながら、ね、見て人が歩いてる。スタジオ欲しい。スタ、どういう？もう撮影できて配信できていい音で撮れる。こっちに流れるんじゃない？八王子とか。八王子とかならあるかもしれない。スケルトンのなんか部屋とかでないかな。そのフルビルでいい。ボロ屋とか。フルビルでいい。探してほしい。行きたい、探せ自分。誰か探してくれる人募集。探しなさいよ自分で。自分で探さないとダメでしょうか。この配信で言ってみようかな。探してくれる人募集。探す人を募集する。そう、探す人を探す、うん、探す人を探す。あと石油図作ってくれる人も探す。他力やな、うん、もう無理無理できないことがもうできないままで無理。できるようになる努力する余裕がない。まあでもなんかある意味、うん、なんかやっぱね特化してる人はなんかそういう感じかなと思うけど、うん、できることだけやるから、うん、いやあとやってほしい。なんかそういう、うん、そうでもなんかいつまでもそうあってほしい気がするね。もう無理、うん、階段以外何もできんっていう。本当にできん。なんでだよ。メカと事務処理は本当にできん。メカ苦手ですもんね。メカと事務処理はもうなんかできるできないのレベルじゃなくて、うん、話聞いたりするだけでもうあの頭が多分抜け作先生だったらパカって割れてとか。なんかクラッカーみたいになってパッって、ね、はい、なってるんでしょうね。あの ちなみになんですけど、はい、もう始まってるんですよ。何が。もう撮ってるんですよ。何でもできますよ。何でもできますよ。いや、ね、こんな僻地まで来ていただいてはいるんですけど、いやもう遠かったな。ね、渋谷から高速乗って4時間半ぐらい。そんな遠くないわ。どこや、北陸。北陸でももうちょっといけるわ。北陸もう3時間ぐらいでいけるわ。どこここ。ほんともう助けてください。皆さんどこの中心で叫んでんだろう。何を叫んでんだろう。自分処理やってくれる人とか。なんかいろいろお願いします。編集とかもやってほしい。会社作れば。もう事務処理じゃん。いや、うん、だからその何プレイヤーとしてのアミさんと、まあ社長的なアミさんで、まあ事務所もあるかもしれないけど経理とかそういうとこを雇えばちゃんと会社としてやればいけるかもしれないですよ。ん？日本語ですか今の。階段だけ喋ってたい。本当もうそれ以外のなんか請求書作ったりとかも。いやでも階段をしこたま喋る社長。階段だけ喋る、うん、人生楽しいな。あ、WBC 優勝おめでとうございます。ありがとうございます。もう決勝の、いや最高でしたね。はい、見ました。私もです。なんか最高でした。野球というものにめちゃくちゃ縁がなかったり、うん、人生でしたけど。ああそうですか。はい、準決勝と決勝は何ですかね。男の子の血が騒ぎました。そうですね、うん、今回僕個人的にですよ、うん、もう完全にもうあの準決勝の吉田選手のスリーランが全てだ、うん、あれがもうこの WBC 一番の大勲章だと思います。なんかね、はい、素晴らしいですよね。だからあれがなかったらだってもうちょっとなかったですもんね。さよならもすごいんですけど、うん、いやいや 3-0 からの、うん、同点スリーランはえぐいです。あれがどれだけすごいことか。いや なんとなく素人目に見てもすげえな、うん、あれもうあれがすごいですね、うん、なんかパワープロ目線で見ちゃうんですよ。だからなんかパワープロ目線で見たら、うん、なんかその逆境二重丸みたいな、はいはい、のがついてんだろうなとか思いますよね。すごいですよ、あれ見れただけでももうね。
2023年いい年でしたよね。え、本当いや、まだ始まったばっかり、まだワンクールも終わってない、もうピーク、あれがピーク、あの瞬間がピークです。今年の終わり、うん、3月で終わり、うん、あといっぱいあるよ終わりいや夏何するんじゃん。あのスリラー見れたらもういや階段喋ってくれよあと本業があるんだよじゃあね、その興奮冷めやらぬ中ですけども、はい、ちょっとなんか階段を、ね、喋っちゃいます。そう、階段なんかってさっき言っていただいたじゃないですか、うん、はい。でやっぱ関西の福岡のイメージだから、なんか福岡の話ないかなと思って、はい、うん、結構あったなと思ってほういっぱいあるな福岡って思って、なんでかなって思ったらやっぱりあれですよねあの福岡の方怒ったら申し訳ないですけど、うん、多分ヤンキー多いと思うでかいんじゃないですか。まあそうですね。だって絶対免許取ったら犬鳴き行くね。よからずと書いて不良と呼ばれる人たちが結構多いんじゃないかっていう。多い。まあそれはもう否めないですけどね。うん、まああと、まあ、シンプルに車文化だし人口も多いしっていうのもあると思うんですけど、うん、心霊スポットで呼ばれる場所がめちゃめちゃ多いじゃないですか。はい、か多い。だからそれ系の話いっぱいあるな。なんか福岡の話何かなと思ったらすげえいっぱい出てきたから面白くなっちゃって、はいはい、そういえば自分の YouTube でもまだ喋ってない話とかあるなと思って、やっぱ昨今の映画化もあって、うん、犬鳴きがね、うん、有名になっちゃったじゃないですか。なっちゃった。もともと有名だったけど、うん、もうめちゃめちゃ有名になっちゃったじゃないですか、うん、でも多分カナさんなら分かってくれると思うんですけど、うん、いやいや力丸でしょっていう。あ、そうなんですよねそうなの。力丸ダム。そうなんですよ、うん、まあ、今ね挟むのどうなのかなってちょっと思ったりはするんですけど今挟むとするのであれば犬鳴きトンネルっていうところよりもやっぱ力丸スケート場とかね。ね、あこの方。12支援とか。そう、12支援、うん、花ホテル、うん、花ホテルとかあったじゃないですか。そこのね、いいんですよ、すごい。一大リゾート地廃墟を含むあのダム、はい、でまあ言ったら場所的にもね犬鳴きと近いし、うん、まあ、系列店みたいなもんじゃないですか、うん、はいはい。でそうそうですね、はい、でなんか犬鳴きのねこの大きな噂の中に力丸の話もちょっとなんかごっちゃになってるというかあるじゃないですか、うんうん、でも力丸すごいんだぞみたいなね、あの実際にあれですよね、ダムの底に集落実際沈めたみたいなのって犬鳴きじゃなくて、うん、力丸っていう話ですよね。なんかねそんな話もありますね、うん、あるじゃないですか、うん、でやっぱりそういうの含めてやっぱ僕は地元、まあ、半分福岡県なんで、うん、言ったら、うん、山口県なんですけど、うんうん、週末は大体福岡にいたし、はいはいはい、福岡の放送局をいつも見てる人生だったからRKB、はい、はいはい、あの KBC ね、おたこプーさんが僕の中で大スターなんで、そうですね、うん、そうですね、トコトンサンデーね、ね、人間からするとやっぱ、うん、力丸もすごいんだぞっていう部分がやっぱあるんですよね。はいはいはい。で、もう今から結構前になるんですけど、うん、女の子2人組の話になるんですね、うん、でこの子たちまだすごい若くて、うん、で、もう生まれ育った町っていうか近所で、うん、であの親同士も仲良くてちっちゃい頃から仲良しでみたいな女の子たちなんですよ、うん、でこの子たちがまあいい年というかまあねあの成人する頃になると、はいはい、桃地浜ってわかります福岡のね、うん、あのビーチサイドの方の、うん、ちょっと若い男女とかが夜行くと遊んでるような場所があるんですけど、はい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 、あそこがねナンパ待ちスポット、はい、ナンパ待ちスポットになってまして、はいはい、あそこに女の子が立ってると、うん、男の子たちが頑張って買ったいい車で、うん、目の前に乗りつけて窓越しにナンパするっていうメッカみたいな時代があったんですよね、はいはい、でその頃にナンパ待ちを2人でしてたんですって、はい、でそしたら、まあ、友達と2人で待ってるところに来た男の子たちが、うん、いい車だったんです。いい車なのに中の男の子2人もイケメンだったから、うん、ついていこうって話になって、うん、まあ、最初はあのカラオケ行ってどうとかとか楽しく過ごしてたんですけど、うん、夜中の1、2時ぐらいになってくると、うん、なんか怖いとこ行こうぜって話になって、うん、行った先が力丸ダムだったらしいですよね、うん。でまあ、男からするとあるじゃないですか、ちょっと怖いところで、まあ、あの一緒にドキドキして吊り橋効果みたいな、はいはい、そのもっと仲良くなるみたいなの狙いだったっぽいんですよね、はいはい、あそこ吊り橋ありますね本当にね。で実際そういう場所じゃないですかダムだし、はい、であるじゃないですか、でもう格好の場所じゃないですか、うん、で福岡市からもそんなに遠いわけじゃないから、うん、行ったらしいんですね。で行ったら実際にあの慰霊碑が手前にあってね、はい、あれ建設中のね亡くなった方々の慰霊の、うんうん、
まあ、日があるんですけど、そこの手前が広場になってるから、そこに車止めて、うん、で慰霊碑の前通りながら行くっていう時点でもうなんかちょっと雰囲気というかね、うん、こういう日があるとやっぱ雰囲気出るじゃないですか、うんうん、それを夜中に見るっていうのはうわーってなるんですよね、うん、でその状態で4人でダムの方行って、ダムの上がね、あの歩けるようになってました、はい、ただ明かりが少ないから結構 夜行くと真っ暗ですよね、うん、でそんな中ふわーっとした明かりがちょっとだけあるみたいなところを4人で歩く、これめちゃめちゃ怖いわけです、うん、しかも山奥だから、まあ、音もほとんどないし、シーンとした中4人で歩いてる最中に、うん、あの一緒にいた女の子、長吉の女の子が、うん、あれと思ったらなんかちょっと 2,3 歩後ろから歩いてこなくなっちゃってたんですよ、はい、で、はい、男の子2人と同時に気づいて、うん、くるって振り返ったらあの子来てないなってなって、うん、ちょっとだけ歩いて戻って、いやあんた何やってんの、行こうってで歩こうとしてたら、その子はもうじっとその上が歩けるところになって両サイド金網になってて、うん、まあ、言ったらダム湖になってるじゃないですか、うん、その金網越しに下を覗きながら、ね、見て人が歩いてるって言うんですって、うん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 、でもそこはただのダム湖、湖だから、うん、人が歩いてるはずないんですけど、うん、いやあんた何言ってんの、ちょっとやめてよそういうのって言ったら、ほらほら見てあそこ、ほら人、あ、何人も何人もいるじゃん、普通に歩いてるじゃん、生活してるじゃん、あ、なんかみんなこっち見てるって言ったら変ですよ気持ち悪いこと言うから、ちょっとあんたそういうのやめなよっつって、うん、腕引っ張って、うん、で、せっかく来たからとりあえずあのダムの前を、あ、ダムの上を一番向こうまで行って、うんうん、で、一番向こうまで行くとそこは明かりが全然ないし、うん、なんかあのダム湖の方に向かって崖みたいになっちゃってたりもするから、うん、まあ、ちょっと雰囲気ある場所で、うん、あ、怖かったねっつって、なんかさっきこの子が変なことも言ったから、うん、なんか余計怖くなったなと思って、うん、ちょっと遊び半分で来たつもりでしたけど、うん、ちょっと本気で怖くなっちゃったからやだなと思って、うん、ここやだなって思ってたら、うん、男の子2人がじゃあちょっともう戻ろうか今日怖いしって言ってたら、はいはいはい、そのさっき立ち止まってたその友達の子が、うん、絶対また来ようねって言ったらしいんですよ。え、なそう、どういうこと。いや、わかんないでしょ。もう、いや、ちょっとやめてよそういうのって言いながら、うんうん、あのその子と一緒に、まあ、ダムもう一回渡って、うん、車のところに戻って、で自分たちの住んでる町まで送ってもらう、うん、ってなるのがもう明け方近くだったらしいですね、うん、でそこから家も近所なん でそのまま解散してバイバイってなったんですよね、うん、で家帰って寝てたんですけど、うん、午後ぐらいにその子のお母さん、もちろん親同士仲いいから連絡来て、うん、であんたっつって起こされて、何っつって、あの子帰ってきてないらしいんだけどさっつって、あんたに話聞きたいって言うんだっつって、向こうのお母さんがっつって、うんうん、で、もしもしっていう感じになると、え、昨日の夜一緒にいたのよねって言われて、うん、朝まで一緒にいたのよっつって、うん、朝までいたのっつって、うん、その帰ってきてないんだけどさっつって、今一緒にいるわけじゃないもんねっつって、うん、そうだねっつ、どっか行くって言ってたみたいな話になって、うん、どうやら家に帰ってないってことが分かったんですよね、うんうん、で、あ、ごめんなさいね、じゃあまたちょっとこっちで探してみるわみたいなことで電話が切れた後、うん、夕方またかかってきたんですよ、うん、どうやらまだ見つかってないっぽい、うん、なんか嫌な胸騒ぎがしたと同時に、うん、ピンときたのが、絶対また来ようねって、うん、まさか今行ってないよなって思いながらも、うんうん、まあ、まだ夕方だし夜中とかじゃないから、うん、自分の運転で力丸まで行ったんですって、うん、で力丸まで行って、で、まあ、自分が住んでるところから車で40分ぐらいかかるから、はい、まさかいないよななんて思いながら行った頃にはもう日が沈み始めてるから、はい、もう暗くなってる中着いたら、はい、まあ、自分以外誰もいないじゃないですか、はい、街灯がふわふわっとだけついてる暗い中、うん、ダムのところまで行って、うん、人影がない、あ、やっぱないか、いるわけないかと思って、うん、まあ、というか車も止まってないし一人で来れるような場所でもないしなと思いながら、うん、でもそれでも一応向こうまで歩いてって、歩いてった時にダムの反対側の方、行き止まりみたいになってるところの土のゾーンから崖のようになって、うん、あのダム湖の方を見下ろすんですけど、うん、暗いんですけど、なんかわかるのが、うん、ザッザッと音が下からこっちに上がってくる感じがわかったんですよね、ほう、えっと思ってたら、あの子が、あ、みんなこっち見てるって言ってた、うん、そのダム湖、うん、そこから暗い中何人もこっちに這い上がってきてるように見えたんですって、うん、で、うわーって思ったら、うん、何人か上がってくる中、うん、一番真ん中自分の方に向かってくるのが、うん、あの子だったんです、うん、と思ったらもう目の前まで来て、うん、で目の前まで来たかと思うと、この足のところ、自分がもうへたり込んじゃってる足のところにこうやって来て、この辺をもう掴まれ始めて、うわーうわーってなってたら、
さっきまで何時も上がってきてたように見えたそれらがいなくなってて、うん、その子が一人で自分のことをこう触ってる状態になったんですよ、うん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 、でちょっとって思ったらその子触りながらこの足を掴んで、うん、ダム湖の中に引きずり込もうとするんですよ、うんうん、だからあんたちょっと意外にしてよみたいなもう気持ちとかあるんですけど、うん、怖いが勝ってなんか視界が、うん、なんかその子が言ってたまんま言うと視界がなんかあのなんでしょうフォーカスが合わなくなるというか、はい、もうなんか多分めまいみたいな感じになるんですよね、はあ、ぐにゃーっとなってみたいなこうなってもう最悪だってなったら、うん、なんかその子がここにへたり込んでる状態になって、はあはあ、でとりあえず見つかったから、連れて帰ることになったっていうお話。怖くないですか。ちょ、助かったの助かったのかな。え、生きてた。生きてた生きてた本人だった。いや正直、うん、その力丸ってバチョって犬鳴きの影じゃないですか、うん、だからそこまでいっぱい話っちゅうもんは、うん、聞いたことないんですよ。確かに出回ってないですよね。そうですよね、うん、で僕ももう何回も僕も力丸のホテルと中日支援とかも行ってるのは行ってるけど、うん、なんかその空気的にはやっぱちょっとそのうって犬鳴きとはまたちょっと全然違うの恐怖感というかその感じもあるし、うん、で僕の兄貴の世代、うん、10個上ぐらいの人間たちにとってはやっぱ力丸なんですよね、うん、絶対に。そうですね、犬鳴き あんなんどうでもいいよ力丸行ってみろ死ぬぞみたいな言われることあるからそんなのは聞いたことあるけど何かが起こったってのは聞いたことないですあんまり、うんうん、めちゃめちゃ怖いじゃん。怖いですよね。だってその中で見つけるわけでしょその、うん、明かり当たってないんですよ。だってよく分かったなと思いますね。それなんか気配とかそういうことなんですかね。多分第六感的なことなんじゃないかなって思いますけどね。違う、その登ってきてた人たちって何なんですかね。分かんない、分かんないですよ。もしかしたらだからもうその階段能で言うと、うん、今までに引きずり込まれた人たち。あー怖っうわ怖っ、なんちゅうこと言うんですか。その、ね、助けに行ったその人が、まあ、ミイラ取りがミイラみたいな感じで、うん、でその時にもうちょっと見入られちゃって、うん、でた子がそこにいて、うん、なんかもうそういうこう、誘われてしまう、もうその時点で誘われてしまってたのかなとも思うし、でそもそもその子はどうやって行ったんでしょうねそこにね。分かんないです、車も止まってないしっていう、ね、話しかけられたのもびっくりしたんですけど、うん、たかだか通りがかりの女子高生がちょっと見てただけで、うん、そんなに説明してくるで何この大将って思ったんで、うん、なんで私にそんな説明してくるんですか、うんうん、私みたいなものなんでわざわざそんな説明してくるんですかっても聞いたらしいんです、うん、そしたら、